はい、どうもゆうたです。今日もですねガレージ山子さんに来ております。ブレーキのねローターの交換もしてもらったんですけど、ちょっとまあ、たまにねパワー捨てがねちょっと重捨てっぽい時もあって、でちょっとまあ今シーズンのシーズン入る前の準備ということで、ちょっとねモティーズさんのパワー捨てをねちょっと試してみたいなと思ってるんで、ちょっと今回交換してもらいます。はい、で今回使うパワステフルードなんですけど、こちらモティーズさんの M330 スバル車用って書いてあるんですけど、一応まあスバル車用っていうわけではなくて、スバルがちょっと低粘度がなんかいいみたいなんで、一応スバル車用って書いてはあるんですけど、まあスバル以外でも使えるみたいです。でモティーズさん、低粘度と中くらいと高粘度と3種類ラインナップがあるんですけど、まあスバルは低粘度がちょっと具合がいいということで、こちらの低粘度のやつをねちょっと今回入れてみようかなと思ってます。で今入ってるのがクスコさんのレーシング用っていうかスポーツ向けのやつなんで、多分もしかしたらスポーツ用なんでちょっと、まあ、キャビテーションとかそういうのが起きないようにちょっと硬いのがかなとは思うんですけど、ちょっとね低粘度のやつをちょっと試してみたいなということで、ちょっとこれから交換してもらいます。はい、今からちょっと交換してもらいます。ここがねパワーステのねフルードのラインです。でここがリザーバーなんですけど、こちらがねあのスバルの流用レガシー用のパワーステクーラーがついております。なるほど、うん、ここの出口につないでこっちに出るってこと。で、芯を上から出して、でもね、ちょっと何か絶対入れないといいよ。これ1リッターですかね、うん、1リッター、うん、1リッターぐらい循環すればまあまあ大体きれいになる。なるほど、おー流れ引ける。古いのが出てきてます。こういう感じで古いのが流れていって、この新しいのが吸い込まれていきます。パワーステフルードの交換方法っていうのは、あの前をジャッキで上げてもらって、ステアリングをねあのイグニッションだけオンにしてエンジンかけないで普
通にステアリングを左右にくるくる回すと交換できます。タイヤが地面についてるとハンドル回せないんで、フロントだけまあジャッキアップしてもらってやれば交換できます。くるくる、これがめちゃくちゃ涼しいやつ。あー涼しい。今もうね、一瞬で交換が終わりました。プロ技でも一瞬ですよ。これでね、ちょっとねパワーステのね具合がね調子よくなれば最高です。ちょっとね乗ってみたいですね早く。はい、まあパワーステフルード変えてからまあ1週間経ちました。先週の、まあ、月曜日に変えて、でちょうど1週間経ちました。で、まあ感想ですね。で一応そのまあ普通に街乗り乗っただけでもまあいいんですけど、ちょっとねまあ軽く踏んでみてどんな感じかっていうのを確かめたかったんで、ちょっと先週のうちに少しドライブをしに行ったんで、でまあ普通に街乗り乗ってる分に関してはなんかね軽くなった気はする。軽くなったっていうか、なんか動きがいいっていうか、なんて言うんだろうね、とにかくまあ扱いやすいです。で一番なんかこう変わったかなって思うのはなんかねこう路面のインフォメーションが、今うるさいかな回転域が、路面のインフォメーションがねすごいね伝わってくるっていうか、このステアリングインフォメーションがなんかね繊細になった感じはする。なんか伝わりやすくなったような気はするんだよね、そのまあアンジュレーションに対してっていうか、そんな感じはします。まあ、あくまで僕個人の意見なんですけど、まあ、そんな感じはします街乗りで。で、で多少踏んだ時に結構例えばちょっとアンジュレーションの悪いところとかギャップだったりとか、あとは減速時ブレーキング時に重捨てを結構感じてたんですよ。まあパワー捨てのエア紙では、エア抜いてるんでエア紙ではないと思うんですけど、あとはまあパワーステがちょっと容量が足りないの、まあ、285履いてるっていうのもあるんでちょっとしんどいのかなっていうパワーステが思ってたんですけど、それなんか今のところなくなったんで、もしかしたらまあステアリングフルードで全然変わってくるんじゃないかなと思います。まあとりあえず今のところはメリットしかないですね。まあちょっと長く乗ってみてどうなるかっていう感じだとは思うんですけど、今のところはね調子いいです本当に。これはねさすがスバルに合うと言われている、まあ、低粘土のねモテーズさんのパワーステフルードです。ちょっとねこちらもおすすめしたいなと思います。パワーステね結構ねなんかちょっと気になってる方いたら、こちらのモティーズさんのパワーステおすすめなんで、ぜひ使ってみてください。あと後ろの内装がないのちょっとバレちゃってるんですけど、ちょっと今どんがらやり始めてて、まあ動画にそのうち出ると思うんですけど、ちょっとまだ後で動画にしてお見せするので。
Thank you.